皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、まあこの動画、一応上げるか迷ってて、まあ結構ね、本日の移籍情報だったり、まあ更新というところもね結構多かったんで、まあそちらをまとめさせていただこうかなということで、まあこの動画を作らせていただきました。まあ結構ね、非常に今日はね、内容の多いラインナップになっていますので、そちらをご覧くれればね、嬉しいと思いますし、まあここからねまだまだ、シーズン終盤に向けて移籍情報っていうところはたくさん出てくると思いますんで、そちらね、随時自分もね追っていければいいのかなと思いますんで、まあ今回はねこのような、ね、内容でお伝えしたいと思います。さあ行くぞ。はい、ということでまず一つ目ですね。一つ目がですね、浦和レッズの、青木選手に対してね、まあ、FC 東京がオファーかけてるというところが分かりましたんで、こちらについてね紹介していきたいと思います。まあこちらはですね、非常にツイッターのトレンドでまあ結構占めていてね、まあ自分自身まあありえるというか、まあ、そこまでびっくりしなかった移籍の候補だったんですけど、まあ、非常に世間的にはね、非常に衝撃的だったのかなと思いますし、まあ、この浦和レッズから、FC 東京に移籍するっていうところが実現になればね、まあ、おそらく結構初めての、移籍なのかなと思いますんで、まあ、そういうところも含めてね、まあ、このツイッターの上位に上がったのかなと思いますけど、まあ、こちらの移籍の内容に話していきたいと思います。まあ、FC 東京自体はですね、まあ、今期から、まあ、長谷川監督は、まあ結構やってるもののね、まあチームは4-3-3というところに挑戦してね、まあ中盤が逆三角形みたいな形で、まあアンカーというところにね、まあ今季最初の方は橋本選手がそこをね、になっていたものの、まあ夏頃ですね、橋本選手はロシアに移籍してしまったということもあってね、まあこのアンカーというところは、なかなかね、定まりきらず、まあこの今季はね、まあこれから ACL に向かうというところもあるんですけど、まあそういうところも含めてね、まあ来季のね、ACL というところはまだまだ FC 東京というところは可能性もありますし、まあそういうところも含めるとね、このアンカーというところで、まあベテランのね、まあ浦和レッズの青木選手に、獲得に動いたのかなと思いました。まあ青木選手というところはね、まあ浦和レッズで長年活躍していますし、まあ今季は、浦和レッズ17試合に出場してね、まあアンカーを担うにあたって、まあボールダッシュ能力だったり、まあ非常に身長だったり、ガタイもいいですし、ボールダッシュ能力に優れた、ボランチというところもあってね、まあこの FC 東京の、補強ポイントに、フィットしたのかなと思いますんで、まあここでね、獲得に動いたのかなと思いました。まあ今季はですね、若手の、まあ安倍選手だったり、まあアルトゥル・シバ選手っていうところがね、まあこのアンカーを橋本選手が抜けてから、になっていたわけなんですけど、まあこのね、非常にボルダッシュ能力の高い青木選手が加入することによってね、まあ来季の、まあこのことはね、他の動画でも結構言ってますけど、まあ20チーム制になって、まあ過密日程というところもありますし、まあ東京オリンピックがあれば、なおさら、この過密日程というところはね、なおそうしていくのかなと思いますんで、そういうところを含めるとね、まあ、この落ち着いたというか、まあ、経験豊富のある、31歳のベテランのね、青木選手を獲得することによって、またチームね、落ち着くと思いますんで、そういうところを含めると、まあ、この移籍自体はね、とてもありなのかなと思いました。まあ、逆にね、浦和レッズからしたら、まあ、青木選手ってところから非常に使い勝手もいいですし、まあ、出れば非常に、平均点以上のプレーをしてくれるということもあってね、まあ、これ、浦和レッズからしたらね、まあ、板手というところもありますけど、まあ、この青木選手のね、まあ、今後の、移籍の進展というところは、まあ、今後持っていきたいのかなと思いますけど、まあ、この個人的には、青木選手がね、FC 東京に移籍するっていうのは全然ありなのかなと思いました。まあ、FC 東京の、縦の速いサッカーというところもね、まあ、青木選手自身もね、ヒットできると思いますし、まあ、ここまでね、まあ、大宮だったり、浦和レッズで、長らく活躍してきてね、まあそういうところの臨機応変さっていうところもありますし、まあ海外 ACL のね、戦いっていうところもなればね、まあそちらも全然叩かれるのかなと思いましたんで、まあこの移籍、今回は報道させていただきましたけど、今後もね、送っていきたいと思いました。はい、ということで2個目ですね。2個目がですね、まあこれは移籍だったりっていうところはなくて、まあこの FC 東京関連で一応話させていただくんですけど、まあここ数試合ですね、まあ児玉選手が前節ね、出たり、まあ、畑野選手が、長らくね、ゴールマウスを守ることが多かったんですけど、まあ、その原因というか、まあ、正ゴールキーパーの林選手がですね、まあ、チームドクター、まあ、チームの関係者からね、まあ、右肘前十字靭帯の損傷及びね、半月板損傷というところが診断されましたというところで、まあ、これ非常にびっくりしたなと思いました。まあ、ここ数試合ね、非常になかなか出なくて、まあ、世代交代もあって、この畑野選手だったりを使ってるのかなと思いましたけど、まあ、このニュースが出てからね、ああ、まあ、そういうことかと思う、ということもありましたし、まあ、これからね、リーグ戦が一段落を終えて、ACL にね、向かう FC 東京からしたらね、非常に痛手だと思いますし、まあ、さらに、まあ、逆を捉えればね、畑野選手の成長というところは、見越せると思いますけど、まあ、この ACL というところをね、本気で取りに来た FC 東京からするとね、まあ、この林選手というところはね、非常に痛手なのかなと思いました。まあ、日本代表だったりというところをね、経験してる林選手からするとね、まあ、この、
怪我は痛いですけど、まあ、今季ね、怪我はもう、J リーグ全体でね、まあ、過密日程というところもあって多い中ね、まあ、この林選手が怪我をしてしまったっていうところはね、まあ、悔しいのかなと思いますけど、まあ、また来季に向けてね、頑張ってほしいと思いますし、まあ、僕もね、J リーグファンとして、まあ、この林選手のね、一日でも早い復帰を、まあ、祈っていますということで、まあ、報告程度に、この林選手の、紹介をさせていただきました。はい、ということで、続いて3つ目ですね。3つ目がですね、大分トリニータ、来季もね、片野坂監督で、契約を更新してね、まあ、来季が6シーズン目ということになるんですけど、まあ、長期政権で行くというところね、わかりました。まあ、昨年ですか、J1 昇格か、2018年、に昇格を、J1 昇格を達成してからですね、まあ、昨年2019年シーズンはね、9位ということで、まあ、非常に素晴らしい成績を残しましたし、まあ、大分トリニータのね、サッカー、片野坂サッカーに染め上がったというぐらいね、まあ、このパスサッカーというのは浸透していますし、まあ、資金力はね、そこまでない大分トリニータですが、まあ、この一桁順位で終えたというのはとても大きいのかなと思いますし、まあ、今季はね、なかなか、苦しい状況が続きつつも、まあ来季に向けて、まあ、指標を置いてるっていうところもありますんで、そういうところを含めるとね、まあこの来季もね、大分トリニータというのは楽しみになってくると思いますし、まあ補強というところもね、大分トリニータに、マッチする、選手をこれから補強していくのかなと思いました。まあ、大分トリニータっていうのはね、まあチーム全体でまあ点を取った時喜び合うというところもね、非常にチーム愛の強いチームだと思いますし、そういうところを含めるとね、まあ来季も、片野坂サッカーで、楽しい試合を、サッカーをね、見れるのかなと思います。そういうところを含めるとね、まあ、またまた、来季もね、J1 の大分トリニータというと怖いと、というところもなってくると思いますし、まあ、来季に向けてね、また、自分自身もね、楽しみにしたいと思いますということで、まあ、これもね、報告程度というか、まあ、片野坂監督がね、来季も更新したいというところについてね、紹介させていただきました。はい、ということで、まあ、今日のね、移籍ニュースのラストとしてね、まあ、フォワードの、加藤匠選手ですね、が、清水エスパルスに、加入することが濃厚となりました。まあ、この、加藤匠選手っていうのは知らない方も多いのかなと思いますけど、まあ、山梨学院でね、空飛ぶマッチョというね、名がつくぐらい、まあ、坊主でね、ゴリゴリで、ヘディングの強い選手だったんですけど、まあ、そこからですね、早稲田大学に進学して、まあ、1年生の頃はちょっと、なかなかね、サッカーに絡めるというところはなかったですけど、まあ、この、昨シーズンだったり、まあ、今シーズンからね、まあ、今年は、早稲田大学の10番としてね、カントリーグ1部で、得点ランキング、今はですね、現在というところで、3位というところも位置づけてますし、まあ、ここからですね、清水エスパルスの、練習などにも何回か参加しつつね、まあ、結果も残して、まあ、この移籍の加入が内定したのかなと思いました。まあ、現在、加藤匠選手自身はね、まあ、21歳の大学3年生ということで、まあ、22シーズン、からね、本格加入というところもありますけど、まあ、来季の、4年生になってからね、まあ、特別指定選手というところも全然ありえますし、まあ、この、今季ね、なかなか難しい、戦いを強いられた清水エスパルからするとね、非常にパワフルな選手が加入することが、決まりました。まあ、チョンテス選手っていうところは清水エスパルスにいますけど、まあ、そういうね、熱意を持った、この加藤匠選手ですので、まあ、自分自身もね、大学から、結構見ていた選手ですし、まあ、高校もね、結構見ていた選手なんで、そういうところを含めるとね、面白い補強になったのかなと思いました。ということでね、まあ、この清水エスパルスに、2022シーズンね、加入することが内定しましたというところを話させていただきました。はい、ということでね、今日は、ま、大きく分けて4つというか、まあ、4つをね、まあ、結構、遺跡だったり、まあ、いろんなニュースが多かったんで、まあ、この遺跡ニュースとして、ね、話させていただきました。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。この概念と思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ、まだまだね、これから、遺跡っていうところはね、盛りだくさんになってくると思いますし、そういうところを含めるとね、まあ、このまとめたね、ニュースっていうところもあると思いますんで、まあ、ぜひチェックしてくればいいのかなと思いました。というところで、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。バイ。